こんにちは。昨日ね、シンキンカップの決勝戦見てまいりました。先に結果を申し上げます。はい、島田第一第二中学が優勝を果たしました。おめでとうございます。相手はね、東海大学静岡商用中、シンキンカップでも、5連覇を目指して大会に臨んでますし、昨年の夏にはね、全中で優勝、つまり全国制覇を果たしている強豪なんですね。ただね、新チーム、始まってね、対戦した時には島田が勝ってるそうなんですよ。ただしその時には商用中学が感染等があってベストメンバーではなかったと。まあ、いずれにしましてもですね、王者の商用もちょっと構えて試合に入る相手だということなんですね。これが大事な場面でどう出るか、そこを私も注目して観戦させていただきました。はい、それではどうぞよろしくお願いします。ラブシーラブシー向こう届くように。ラブシーチャンネル。まあ、商用中学はね、もう本当にエースの鈴木くん、ストレートの速さで言ったらもう大会ナンバーワンだと思います。それと彼はね、結局ね、投げてきてテイクバックからここからの加速がものすごく速いんですよ。腕の振りがスピードが上がってくるっていうかな。私が、かつてね、聖隷クリスト派からプロにドラ1で行った鈴木翔太くんです。今中日でバッティングピッチャーされてますけどね、鈴木翔太くんを見た時にここの速さがすごくこう、印象に残るんですが、まあそういうタイプだなと思います。一方ね、島田第一代理のピッチャーは牧野君という左のピッチャーです。これは私伝え聞いたことですけど、なんか下級生って聞きました。本格派ではないんです。左腕で変化球ピッチャーですね。はい、で私はカーブがね、右バッターの内に入ってくるカーブがいいなと思ったんですけど、昨日のゲームで明暗を分けたのは実は右のアウトコースへの、あれ何なんでしょうね。まあ、要するにチェンジアップボールですね。シンカー、まあ、いわゆるスクリューというのか、抜いたチェンジアップなのか分かりませんが、あの球が非常に有効ですね。そこが、ナイスピッチングの要因だと思います。先日ね、開成館が慶応とやった時に私お話ししたように、やっぱり強力打線で振ってくるバッターっていうのは、まあ、引っ張り一辺倒ってわけじゃないんですけど、振るっていうことそのものがね、左ピッチャーに対して、まあ、巻き込みながら打つイメージがどうしても出るんです。振れるチームは。そこに対して、外へ放れるっていうのはすごく武器です。はい。三ヶ日中学の背番号3のサイドスローのピッチャーいたんですけど、投げてきて腕が振った後ろからボールが出てくるっていうような感じが、私は三ヶ日のピッチャーにしたんですけど、島田の子はそういう感じではないんですけど、インコースのカーブも意識しながら、この軌道を意識しながらこう振ってきて外にもあるんで、非常にこうバッターがやっぱり迷うっていうか、打ちにくいなっていうピッチャーでしたね。はい。でね、その牧野くんはね、左投げの多くは一塁側のプレートの端を踏むんですけど、三塁側のプレートの端から、外に投げてくるんで、非常に珍しい球道なんですよね。商用の鈴木くんは右ですから、三塁側のプレート踏んで投げるんで、序盤の頃はね、ちょっとお互いにマウンド行くと足場を鳴らしながら、ピッチング始めましたね。だから同じ部分踏んでも右投げと左投げではちょっと掘れる感覚が違ったりするもんですから、牧野くんは左ピッチャーでありながらサード側のプレートを踏んで、内外に投げてくるという特徴がありました。はい。まあ、そこも好投の要因かと思います。あとはね、やっぱり決勝っていうか、もうハイレベルになると、やっぱり活躍すべき選手が活躍しないといけないんですよね。で、それぞれ、やっぱりキーマンになる選手がいて、商用中学はね、一番バッターの菊池くんっていう、選手。ちょっと大会ではね、本調子ではないように感じたんですけど、もう決勝戦の前もね、ゲーム前に一番最初に出てきて、スイングして、
試合が始まる直前最後までスイングをしてたのが菊池くんでしたね。まあ、ゲームでも1本素晴らしいセカンドオーバーの当たり打って、で塁に一塁回っていく脚力っていうかな、本当にああいい選手だなと、すかさず盗塁もしましたけど、もうリードスタート、走り出し非常にスムーズでね、あの脚力持ってまして、この子がいかに塁に出ればどんなにこのチームは乗ってくるか怖いのかっていうことを感じました。今回はねちょっと出塁が1回だったのかな、その得点にうまく結びつかなかったんで、そこも、島田としては、うまく封じることができたと思います。で逆に島田1、2中の方のキーマンはね、僕はサードの子だと思うんですよね。シートノックをこう見たら一番ボール欲しそうに構えて1歩目の出足がね、他の選手もいいですけど、その中でも際立ってこう躍動感があったんですよね。だから背番号10だったんですよ。あ、キャプテンかと。うん、動きにやっぱり意欲やる気が溢れてましたね。で、ゲームなんか見てると、構えてる時に後ろのポケットに手を入れてるんですね。要するに手がかじかまないようにこう入れてるんですけど、で、フーフーってたまにやったり。なんだ悪い行為ではないんですけど、なかなかね、寒くてもね、そこまでこうやってやれる子いないんですよね。まあ本当に内心をそのまま言うと、やるやんこいつと思って見てたんですよね。ある意味でのふてぶてしさ、兼ね備えた選手で、この子なかなかやるなと。で、途中から牧野くんをリリーフして出てきましたけど、そこでもいいピッチングしたし、彼っていうものの存在が結構島田にとっては大きいかなと思いますね。まあ、いずれにしましても、松陽中学がリードされる展開っていうのはね、力がある松陽にとってはなかなか大会中経験できない状況なんですよね。それをやっぱり経験できたことはすごく松陽にとっても、得るものが大きかったと思うんですよ。追いかける展開においてね、力を出すっていう点ではね、松陽、課題が残ったと思います。それは、島田の、投手陣が素晴らしかった、守りが素晴らしかったってことなんですけど、非常に松陽いい経験したと思うし、今回はね、島田バッティングがいいなと私見てたんですけど、もちろんバッティング良かったですけど、決勝においてはね、守りがちですね。あるいは精神的に粘りがちですね。そういうものがしっかりしてね、守りで崩れなかった、島田の勝利かと思います。はい。まあ、そんなことでね、私、島田の優勝っていうのはね、もう本当に力があっての優勝かと思います。きっとね、夏の中大連なんかでも、もう一回どっかで、この両校が当たる場面が出てくるんじゃないかなと思うんで、その時に、さあ、松陽がどういう野球をされるのかっていうね、そこが見どころじゃないかと思います。はい。ということで、今回、島田の優勝において、幕を閉じました。大会通じてね、素晴らしい野球いっぱい見せてもらって、中学野球、軟式野球の持つ独特の面白さっていうのも感じることができました。私やっぱり総括として中学野球の先生方にね、僭越ですがね、一言申し上げることがあるとすれば、今ね、部活動の地域移行とか難しい時代ですけど、やっぱり情熱のある指導者の方いっぱいいます。義務教育の中の野球ってことでね、学校の先生と生徒っていう中でね、どうやって人間関係作って、限られた時間の中で必要な練習をしっかりしてチームを作るかっていう、これはますます指導者の腕前によるところが大きい。私ね、やっぱり松陽を島地島根が倒したのは象徴していると思いますけど、軟式野球っていうのはやっぱり選手の能力をも時に、組織力が上回ります。昔の昭和の高校野球の良さに近いものが今も残ってる。ちょっとレトロな感じがしたんですよね。だから、じゃあそれは何なのかって言ったら、やっぱりね、私はね、意欲だと思いますね。すごい抽象的じゃないかって言うかもしれないですけど、本当に大会見ていい選手って、能力って一言で言いますけど、私やっぱね、意欲の高さ。やっぱりあの時言ったように、三日目の選手が攻守交代で走っていく姿が良かった、
ベンチから出てきて、バット真剣な眼差しでフォームチェックしながら振って、最初から最後まで活躍したいって思いで振ってる翔陽の一番バッター、いろんないい選手いたんですけど、私は意欲かなと、意欲を育てていただきたいなと思いました。その先にそれこそ公立中学でもね、頂点に立てるっていうのが中学の軟式野球の面白さかなと思います。はい、はい、それじゃあね、今大会楽しませていただいてありがとうございました。本日は以上になります。